山本五郎は、岐阜県揖斐郡出身の実業家。写真機械店と写真館を経営。愛友写真クラブ代表。岐阜県揖斐郡、長瀬村喜連出身。長男は、写真家の山本勇右である。山本家の先祖は、大江恩人を祖とする大江氏にある。直系の先祖は、1332年に、後醍醐天皇の倒幕陰謀が露見し沖島に流された時、美濃綺麗省に配流された中納言、大江忠億で、子孫が山本と称した。その後、山本宝願桜町中納言を大江上元は、太平記の吉野の戦いに記述がある。山本五郎は、帝億より、本家24代目である。山本写真館右、妻、通初代、山本中納言、大江忠億から2代、山本桜町中納言上元3代、貞行4代、帝坊5代、帝常6代、忠安から7代、貞澄8代、貞時9代、貞光10代、貞直=11代、一馬定政から12代、貞久から13代、重貞から14代、貞沢から15代、貞次から16代、貞政から17代、修五右衛門貞沢から18代、作兵衛貞十から19代、五左衛門貞時20代、五左衛門貞永21代、五左衛門貞篤22代、五左衛門貞鎮=23代、久吉貞路24代、五郎貞信25代、勇定風。ありがとうございます。